jump side scuttle crab, and it would be a little bit dangerous, but his sweeper doesn't see the ward. Oh, man. Pioshik walking right past it. He's going to wait here in the Pioshik with a flash engage. It doesn't matter if they knew he was coming. They're still going to grab first blood, but it's a one for one trade. Barrel now trying to get away. Should be fine. Known that something ありましたね。Maybe tried to react with the flash. Either way, it's a one for one. フラッシュ内から入っていく。リコールのタイミング的に彼氏さんが先によるんで、あんまできねえな。ボールというかやられたタイミング的に。いや、ミニオンシャワーで死んでんじゃないかな。フレンズ使ってでも、まあ。イグナイトかけられた瞬間に使ってたらダメージ足んないかもしんないけど。レベル5のデフト。DS は30。ボットレーンが勝ちまくってるから。ヘラルドを渡す代わりにボッツタワーとパワープレイはもう取れるっていう判断だ。ここ戦わないのが意外だけどね。戦おうかなと思った。あ、まあでもあれか、ミシックができてるのとできてないのとあるか。ADC の装備差がきつい。そうだね、カリスといないんだよね。あったと思ったけど、これ。2トレード ?1、1トレード。手柄の連鎖。そうか、グマヨシのあれだ。確実に当てるためにフラッシュ使ったら当たんなかったんだ。で、これ見て反転なんだ。ゼウスがこれうまかったんだ。ライブで気づけなかったな。ベリルの返し、デカのラチのスタン出てる。やーば、やーば、神々の戦いが。でダブル、そうだよね。いや、このファイトやべえんだけど、マジで。いかれてるぜ、マジで。手軽の連鎖とおごりで動けないんだよね、光栄。人間 TP があるから反転のタンクになれ。この辺から DRX ファンは頼むよペオシク、スマイト頼むよーっつってめっちゃ言われてんだろうな。この試合だけでバロンスティールなんか起きたんだ。ここはしかもワードあったんだよ。このワードはトップサイドで自分たちが勝ったファイトで置かれて気づいてるはず。
VC で DRX みんなに散々、みんな落ち着いて落ち着いて落ち着いて、勝てる時に興奮で俺たち落ち着けないから、落ち着いたら勝てるから俺たち、散々言われてたけど、多分それなんだろうな。興奮しまくって勝てるってなって、興奮しまくって負けるんだろうな、いつも。なるほどね。敵対的買収入ってる3人に行けたはずだって。そのプレッシャーがあるから前出られなかった。で、アクセスは不正だけど、フラッシュ使ったと。あ、ピョシクもスマイト使ってる。戦ってもよかったと思うんだけどね、DRX。ここ。ああ、なるほどね。汚れの連鎖で、あれか、前に出られなかったのか、デフト。だから戦えなかったんだ。これ、カリスタのアルティメットもあれば、届いてたはずだなと思ってた。汚れの連鎖打たれてんだ。ベースがない。ギャルの連鎖と敵対的買収、わしのおごりのカップ。DRX 集団戦マジ強い。ここで DRX 勝ったと思ったんだけどな。キンゲ、キンゲ、お前が蓋するしかないんだ。グマヨシの前にお前が立つしかないんだ。なんで行かないんだ。お前が行くしかなかっただろう。で、キンゲンがグマヨシの前に立つんだよ。ああ。槍ここで引き抜いちゃってるよ。で、デフトがミスってんじゃん。槍引き抜いて1300残ってるから、スマイトで取れない。これ、不挙手が悪いわけじゃない。デフトが引っこ抜くの早かった。トワールズ中も言ってた、控え室で。レブル君と2人で。あれ、金言が体出して止めたら勝ってたんじゃねえのって。そうなんですよ。金言しなかったんですよ。つって言ってた。